テリー土屋の車の話第40回東京オートサロンへとやってまいりました。来ましたね、ついにお祭り田村さん、はい、ちょっと新しいニューセット、はい、紹介してください。やはり日本に、はい、で生まれ、はい、まあ日本にやっと、まあ、凱旋ってわけじゃないですけれども持って帰ってこれたで、黄色いブロコというのを、はい、2020年の、うん、今から1年半ぐらい前の9月に発表しました。そうですね、もう僕ら車好きにとってはあ、Z が戻ってきた、うん、それも一番最初の Z にすごくねオマージュを感じていて、はい、本当に涙が出てきましたよ。頑張りました。はい、ね、だいぶいろんな、はっきり言っちゃうけど、はい、反対する人も多いわけですよ。何が反対するの？やっぱりお金がかかるからで、しかも高くて、まあ、意外に儲けは少ないというか、まあ、なかなか難しいので、うん、ね、本当に採算取れるとなるわけです。販売台数がさ、日本人に意外と冷たいから最初は盛り上がるんだけど、スポーツカーってね、お客さんが自利品なんですよ。そうかな。そういう中にもいろいろ社内のやっちゃい日産的に DNA みたいなのがあって、やっぱり草の出でサポーターはいっぱいいたので、そういう元気が私のエネルギーでよし行こうかと。まあ途中全部巻いて話すると黄色いプロと出した。でこれは去年の一昨年の話だけど、去年の夏に青い車を出そう。これはニューヨークで発表した。これプロト2ってこと？これはね、もうプロトというよりも発表のある種の目玉にしました。だから今まではもう黄色ばっかりだったんで、青も追加して発表しようと。でいよいよ日本、左ハンドルから右ハンドル。まあ私だったらこれだけだったら別に何のニュースもないよね。なのでここはなんといってもカスタマイズの祭典。オートサロンなんで我々のカスタマイズとかを持ってくるじゃないかっていうのがあちらのオレンジ。なるほど。あれは別にニューモルジェットに近いね。まあ色合いが432なんですよ。432をイメージ。432のね、あの時の色ですよね。そうです。だからサファリっぽい感じのね。そうですそうです。だからやっぱりいろいろちょっとバンパーをいじってみたりとか。お客様にはね、やっぱりいろんなバリエーションあっていいじゃないですか。なんか変な話、これはこっちが好き、こっちが好きっていう方もいますから。ただあの頃はまだ出来たて書きたて、まあ仕上がったほやほやなので、売るかどうかどころからちゃんと作るかどうか悩み中なので、これがあったら一番かっこいいじゃん。そういうことやらないと一番かっこいいよ、あのオレンジは。いやでも僕は実はこれが一番好きです。あ、そうですか。あ、そう。で、何かってこれね、実はコンセプトモデルとちょっとラジエーターあたりが違うんですよね。で、こんなに広くなかったよね。あ、いや、もうね、最終的な幅は一緒なんだけど、デザインとか色で変えてるんです。前は黒かったのかな。そうです、黒かった。これがね、このとこは黒かったんで。ね、ちょっとこれ明るくしたんで、ちょっと広い感じがするね。だからそこでね、僕的には前の方がちょっと良かったかなって気もするんですけど。オレンジの顔かっこいいっすよ。言われちゃった。で、これはいわゆる部品部って言ってディーラーで後付け装着なので、先にこれを買っていただかないとオレンジについてるバンパーはお買い求めになれません。商売がうまいな。これ田村さんね、まずこれ初代 Z に近いじゃないですか。はい、それをやったっていうのは大変だったと思うんですよ。今ずっと見てきてよく言われてましたよ。4歳になってね、今まで頑張ったんで。でもこの原点に戻ったっていうのは、これは何だったんですか？なんだろうな、テリーさんもケイツさんも私も昭和の車バカという前提にさせてください。だとすると我々が生きた青春の中で考えた時も、やっぱり何か Z って一つ選ぶとこれになるんですよ。まあ 30Z だよね。30ね、かっこいいじゃない。ちょっとこれ説明してください。これかっこいいじゃない。マフラーもマフラーが違う。マフラー縦2連、432R432 の時のオマージュ、まあ両方出しだから4本出しになっちゃったんですけど、それからまあなんといってもオーバーフェンダーがあったりとか、それからまあなんとなくソリッドに感じるこの塗装とかそういうものはある意味、こちらは割と現代風っていったもんだからメタリックメタリックですね。現代の塗料じゃないですか。かなりそういう意味ではこちらはある種古いっちゃ古いかもしれないので、かなりこれソリッドしてないんですか。ソリッドのつもりで出してます。ちょっといいですか。ちょっと入ってますね。あとはタイヤを太くしたりとか、スカリムを入れたり、アイカーブを入れたりとか、で、多分ケイさんが言ってくれた、なんていうグリルだろうということで。ね、顔が締まってるもんね。目シュッとしてるでしょ。うん。かっこいいじゃないこの顔。なるほど。まあ土屋さんには合ってるね。似合いますね。でもこれは俺はこの顔好き。これは後のオプションパーツになりますよね。はいはい。ということは普通の現行のやつはシンプルなやつを買ってプラス。これまだ出せるかどうかわかんないから、いろいろこれからその最後の当たり方がどうもとか、いろいろ空力的にどうだとか、社外、まあ要するにお客様の歩行者保護って言うんですけど、いろいろそういう法規もちゃんと通るよねっていうところを確認して、少し舐めるかもしれないけど、ほぼこの形で出せるっていう目処がついたら、ディーラーからパーツとして売ります。あれでも1年。それぐらいはかかると思いますよ。だからこれは売った方がいいよ。でもまあいずれにしろこれだけ買ってもいいですけど、レースを買ったらこれを買う権利があるっていうふうにしていかないと。これ目標生産販売台数ってどのぐらいですか？いや全く今私決めてなくて、それは多分ですけど、今お客様の声を一声聞いていくと、今自分たちで思ってるのが5倍ぐらい来てそう。来てますよね。やばいこれって。ああいいじゃない。まあまあ嬉しいやばい。いやだって田村さんからしてみたら GTR35 バカ売れ。ね。Z 作ったら Z もとんでもない受注。もうね田村さんは。名物男なんですよ。あ、そうなんですね。いや、すごいんだよ。車バカなんです。でも、とにかく大当たりのものを。田村さん、はい、もう話はこんでいいんです。喋りすぎです。実はお願いがあるんですけども、まあ、中でですね、この、まあ、日産のせっかくブースに来たんで。何かお土産をいただきたいと思うんですけど。もしよろしければ、視聴者の皆さんに。はい。非売品の模型を。抽選なんですか。いや、抽選お渡しします。でも10個でも20個でも、そのぐらいは合計10個。すごい、ありがとうございます。じゃあそれあれですよね。結構今ネットでも話題になってる商品ですよね。そうですよね。なんかね、ネットなんかだと3万4万それぐらい。これちゃんと責任者にきっちり渡します。わかりました。はい。じゃあ番組プレゼントにさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれですね、これが2022年モデルのスーパー GT 日産 Z です。まあ去年まで2021年まで日産は GTR で戦ってたんですよ。で2022年からこの新型 Z に変わってますね。ということはもう GTR 使わないってことですか。使わないですね。別物ですよね。いや別物ですよ、別物ですよ。これは意味が違いますよね。面影は残ってるじゃないですか Z のね。そうですね。いやだから GTR よりも空力は絶対的にこの Z の方がいいはずなんですよ。風の流れとしては。だから風の抵抗は Z の方が少ないですよ。ってことはこちらのレースで勝つ可能性も高いってことですか。と思いますよ。トップスピードは絶対に GTR よりも Z の方が速いと思う。土屋さん、なんでここって平たくこの形って意味あるんですか。これは下に風を入れて吸い付かせるんですよ。風の力で地面と車を上がっていっちゃうってことですか。上がっていっちゃう、浮かないようにってことですか。へえ。このベローンって下を出すだけで風の力が下に吸い付ける。へえ。これがだからないと浮いてくるの。へえ。怖いな、浮いてやった。こっちもね。本当ですね。こっちのビラビラ抜けるようになってるんですか。そうそう。そこでも抑えてる。で後ろは羽で。浮かないように押さえつける。見ちゃうんだ、うん、でもこういうのをさやっぱり日産も作ってるとね偉いよね。偉いですね。ね、いやなかなかさ今さ、そうこの時代に GTR を出してくれて、で Z も出してくれて、やっぱこう日産の底力を感じるね。偉いよね、うん、本当もう電気自動車になっちゃうからね。そうなんですよね。うん、こういう車ってなかなか、うん、でもなんか存在が薄くなってきちゃって。そう、うん、だから嬉しい、我々にとっては嬉しい。本当ですよね。うん、もう頑張れ日産って感じ。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。